2022年夏、我々スタッフはある人気芸人のプライベートに密着した。男の名は山添寛。この番組はクズ紳士と呼ばれる男のリアルドキュメントである。あ、おはようございます。あ、おはようございます。今日は一日よろしくお願いします。お願いします。今 何されてたんですか。今はこの少年野球をじっくり見ていたっていうことですね。なんか少年野球見ると何かあるんですか。今日はパチンコを打ちに行くので、しっかり気持ちを作ってから行ける日なので、一番清いものを、世の中で清いもの、ピュアなものを見て自分の中に入れて清らかな気持ちで打つ。今日大丈夫ですか。大丈夫。普段のパチンコを打つ様子を撮らせてほしいとだけ言われてるんですけど、はい、撮れ高なんてないですよ。普段のパチンコを打つ僕だけでは。それはこの男なりの謙遜なのか、それともリアルな発言なのか、はい、スタッフは今日の狙い台を聞いた。ずっと打ちたかったのがあって、僕ガンツの台が好きなんですけど、それのまだ打ててないガンツ3、それが空いてたら打ちたいなとは思ってるんですけど、ちょっともう気持ちはできたんで、いけるなら向かいたいんですけど、いいですか。そう言って山添はベンチから立ち上がった。しかしここで、今の何ですか。お店向かうまでは見つけた赤はいっぱい触っといた方がいいですよ。はい、保留変わるんで。真っ赤いな。ちょっと店内入んの遅れるか。すぐにホールへは向かわず、これもこの男なりのルーティーンなのだろう。今回山添が実践するホールはこちら。クズ紳士と呼ばれるこの男のリアル、そして衝撃のラスト。我々スタッフにとっても忘れられない一日が始まった。今の何ですか。このお店のキャラクターっていうのは、そのお店の核となるオーナーさんだと思ってるので、その一番、そのご機嫌伺いで重要な部分、その負けること、じゃんけん負けることによって、こいつなんか可愛らしいやつ来たなと、愛嬌のあるやつ来たなと思ってもらえるように、決して刺激はしない。なるほど。もう頭触るなんていうことは僕は絶対にします。多少の気候はあったが、今のところクズ紳士のクズの部分は見受けられなかった。まずは今日の一戦目やな。黒野くんがどれぐらい戦う気があんのか、それ次第でやな。打ち方は黙々とパチンコを打つ山添。捉えどころのないこの男の生態に迫るべく、スタッフは周囲の人間にインタビューを取ってきた。一言で言うならクズっていうことですかね。菊池寛っていう文芸春秋の、創業者の創設者の方がいて、とてつもない方なんですよ。でその方が大のギャンブル好き でその人が名言残してるんですよ。人から借りたりとか使ってはいけないお金を使ってからがギャンブルだって。
でその人菊池寛っていうんですけど、山添寛の字と全く一緒なんですよ。だから僕は生まれ変わりだと思ってます。青に変化、ありがとうございます。止まれ。ぬらりきょん。まあでもこれ携帯変わらな、寒いよな多分。まだ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 発展せな、まだ。ここでじゃ無理だな。なるほど、初スーパーリーチぬらりひょん。ん？黒野くんが汗かいてへんな。体温まってないな。まあ、一時期ね、全然その僕の主人公だけ弱い時期はありましたけど、けどまあそこも含めて好きな台なんで。でもまあここのお店で前に2万発ぐらい出したことあるんでね、うん、すごくこう縁起のいい、全て出揃ってる感じはしますけどもね。平穏や。そう言って山添は席を立った。出動要請です。待ってます。はいはいはい。ちょっと台が静かなんでね、僕もそんなに気が長い方ではないので、向こうがなんかいろいろその俺を怒らしに来るんやったら、まあその後ろ盾じゃないですけど、僕も僕で転送させていただきます、相棒を。悪いね、ちょっと急にごめんね、転送してもらって。いえ、転送でもう何言ってるか分かるよね。ガンツ、はい、早く転送してくれ。台にはなんかご飯行ってくる来ようかなぐらいのことしか伝えてへんから、うん、多分お前連れてきてビビると思う。心折れる音聞かせてあげるわ。呼んで正解やわ。これ打ったことある？いや、ないよ。ワンは打ったことあるけど、うん、俺も前のやつはもちろん打ったことあって、うん、割と相性良かったんけど、この3打ってみたくてさ。核変突入率 50% で、はい、核変入ったら 72.5% で約3000発がループしていくと。まあ、大当たり的には1500発なんやけど、そっからの、ガンツはもう小当たりラッシュがあるやんか。はいはいはい。だから次のボーナスまでで約1500発の期待値があるから、それが 72.5% でこうループしていくという、そういうイメージです。なるほど。はめればはめるほどいいってことだよね。そうなのよ。核変中に核変入れていかにはめながら続けるか、うん、だから通常時はサクッと当てて大当たり中はしっかりはめる、うん、簡単な話じゃない。俺難しいこと言ってる？言ってない。言うのやろ、うんうん、頼むわ。いやもう、じゃあちょっとお願いします。お願いします。じゃあ行きましょう。行きましょう。パチンコ台に殴られてますみたいな時結構連絡してさ、うん、ケツ拭いてもらったりしたやん、うん、今回はだから1号しかまだ入れてへんから、だいぶ早めに仲間を呼んだ感じ。あ、うん、お店には申し訳ない。マッサン、台と一つ並んで大丈夫？え、なんて？台の大事なとこに気持ち入れたりしとかんで大丈夫？まあそこだよな。ここだよ、絶対ここ。もう絶対ここやもん。絶対ここ。ここが急所。
そうよね、この台のあんま強く握ったら多分びっくりするやろうから、ちょっと一回、うん、ちょっと手のひら出してもらっていい、やば、セルフエアバイブやん。マッサンはどれぐらいぶり？まあでも俺も結構空いて1、2ヶ月ぐらい空いたね、うん、まあ今ショーレースの時期やからな。そうだね、一生パチンコ打つためにだって俺らショーレース頑張ってるもんなそうだな、賞金ぶち込みてえよな。そう、キングオブコント優勝して優勝賞金でガンツスーツ作って、ああガンツスーツ着たまま打ちたいなガンツのバイクで来たいよな、バイク店までそうね、おい来た、ここ光った、ここだ、これ結構これはあるよ、ね、チャンスだよね、うんうん、ああやっとなんか俺まだ今日1回もないからそれ騒がしいの来たぞ、これ赤オリュウ、赤オリュウ、おっとこれはダブルで熱いんじゃないか、これは熱い、ちょっと人とようやるわ、出た、うん、人とよう、うん、裸足で打って見せた一つになる、いやカン君の方が熱いか、さすがに、ま、今んとこはやね、今んとこは、うん、ビジさんにはなるでしょう、うん、はい、ありがとう、よし押してくだち、黒の君、お、ストック、X 弾、加藤なんか金っぽいの来てほしいな、ね、お誰だダビド、ダビド、ダビド見たいね、ダビド、ダビド見たい、鬼だ、鬼出た鬼か、鬼、せっかくの赤で鬼ストックしてください、 C X かい、あ X か、あこのバイク、このバイク、このバイクね いやこれ鬼 3.5 3.5 白野さんだ、俺白野さんか、いやこっちの熱い、暑いね、いや、関係の方も暑い、行こう、まあね、いけるいける、鬼で倒してちょっと式上げるしかないな、ああ鬼大事、鬼大事、いけー、あー、まだ、まだ、いや、いけるいける、赤だから、まだ赤保留だから大丈夫、そうよね、あ、赤だ俺、赤カットイン、どうなの、うん、赤カットインはある赤カットインはあるのよ、ダブルダブル当て、頼む、そっち、鬼対一、だー、そー、うわ、くぞー、行くぞ行くぞ行くぞ、あーあー、すえー、モテ遊びやがって、あーくっそ、いや今のはちょっと食らったな、赤保留だもんな、そのあ向こうも喧嘩越しなんやっていう感じはしてる、なるほど、まあそりゃそうだ、やっぱ成人だから、まあ、僕がこういろんなオカルトを山添にこう伝授していって、一応108個僕オカルトあるんですけど、あのまあ、自分が大事にしているものを捨てるっていう捨てっていうオカルトとか、あと激アツリーチをおしぼりで隠して見えないようにして、こうちょっとだけこうやって見るっていうのれんとか、
あと裸足になって大地からのエネルギーをもらって当てるという人と用とか、その僕が教えたオカルト結構いろんな番組とかプライベートでも使ってるみたいなんで。そう、乗れんより画面でかい。そういった意味ではかなりその勝負ごとには真面目なやつだなと思ってます。ただそれが成功したっていう話はまだ一回も聞いたことありません。うわー、なんか首締めとかさ、指折りとかさ、やっといた方が良かったかもな。やっとくべきだったか。首締めっていうのは、まあ、大当たりを自分たちが願うだけじゃなくて、自分たちも何かをこう、ね、痛み等を伴わないといけないということで、首を絞められながら大当たりを願うという行為ですね。指折りも同じです。指が折れるギリギリまで逆側に関節を折ってこうですね、はい、今一旦1万円使いました。まあもう大体、あれ、お、あー、一発緑、ホゼロやったらね、あるもんね、うん、いきなり鬼星人。あ、こっちも緑だ、気づいたら。え、レディーゴーゾーン、なんだ、この側の機器に駆けつけろ。なになになに、SPSP まで行けたら熱いんか。紫まで行った。紫行って、赤、赤まで、もう一丁。あ、変化、赤、ああ変化ならず、紫のまんまってことね。こっちも疑似さんだ。あ、赤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 、おお、赤は熱っ、マッサン赤いった。よしよしよし、本日2回目、お願いします。丁寧に、何、何か、鬼だ、鬼か、あ、でも赤文字、赤文字、あ、あ、熱い、熱い、熱い、来た。あ、またダブルで、ダブルよ、何か、でこっち赤文字だよ、しかも一応赤文字、お前ね、赤文字やね、チャンスアップ、チビ星人殲滅ミッション。俺は先ほど喜びで行くわ。あ、うわ、玉男ゾーン、玉男ゾーン、熱い、来た来た、はい、俺もゼロ、ストック、お尻ストック、ちょ、一回一回、よし、まあガッチで行こうか、ガッチでね。白野さん、よしよしよし、なんか来たぞ、白野さんの3点、あ、当たった、はい、マスター、やった、よっしゃ、俺は、俺はこれ何ボリュー、紫か、まずマッサンナイス、よし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 、もう一回俺の分も、俺の分もやってくれ、いけ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 るいけるいける、熱い出たからな、うん、白野さんだから、赤だよ、赤いいよ、ダブル、赤ガンツ、ダブル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 、頼む、え、うわー、まあ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 、くっそ、そっちで頼む、大丈夫大丈夫、熱い、外した、うわ、これそっちの方か、うん、え、これ第1形態か、あー、ちょっと第1形、うわー、悔しい、超ガンツかどうかのやつよ。あー、そっか、2分1、そういうことよね、そう、確変いくかどうか、え、頼む、これよ、うわ、いかつ、これ俺復活、復活ない、まだ分かんなそうじゃない、これファイナルジャッジ、あー、オッケー、ファイナルチャンス、うわー、ダメか、そんなんやったら俺やったら外すわ、
そんな当たりだったら。え、向こう側の人間？いや、全然、いや、それは、それはあのやめて、本当に俺のこと期待させて。あ、それは本当ね、なんかその、どの道別に300発ぐらいで透かすみたいな、それは本当にない。仲間のふりして、うん、いや、仲間、マジでそれは信じてほしい。怪しいな。いや、本当に、まあ、山添とはよく一緒に打ちに行ったりするんですけど、一回ネルソンズの騎士と、行った時に、3人で打ってて、で騎士が山添が当たってることに気づいて、お、当たってんじゃん。ただ多分確変で3連チャンか4連チャンしてたんですかね。で騎士が近づいた瞬間にその確変が終わったんですよ。したらちょっと騎士タバコ吸いに行こうって言って、本当に鬼の形相で、お前が来たから確変終わったんやで。で騎士も最初は冗談かと思うじゃないですか。いや、まあまあまあ、そういうことってあるよなみたいな感じで騎士が言ったら、いや、ほんまやで、なんで来てんの、わかるやん、そのくらい本当にもうこの位置で詰めて騎士を、あの時はもうすごいなと。やっぱ自分のせいにしないんですよね、彼って。一緒に打ちに行って本当調子が悪いと、お互い激アツリーチとかも外すんですよ。そりゃ 100% じゃないんで外すじゃないですか。その時に山添がそれ外した時に俺めちゃくちゃ怒られるんですよ。岸、何してんねんって、お前のせいやぞ、結構怒鳴られて、え、俺のせいってなるじゃないですか。そしたら山添が、騎士がもっと応援せんからやぞ。それで怒鳴られて怒られる日々は何回かありましたね。負けが込んでくるとちょっと口調が荒くなったりとか、なんかこう僕への当たりが強くなってたりする時があるんですけど、それを彼はあいつって呼んでて、またあいつが出てしまってたみたいな、なんか別の人格のせいにするっていうのがあります。もうあんなんやったら当たらん方がいい。ちゃんと外してるもんね。俺はちゃんと外してる。空気変えてくるわ。そう言って彼は席を立った。助けに来たぞ。相当やられてるらしいな。記事薄っ。ちょっとカスタマイズしました。もうちょっと赤で煽られるの嫌なので。まあでもさ、核変1回入ったら、うん、約1万発期待度あんねんて、319やのに。あ、平均が、うん、あ、すごいね、それいいよな。319まで、319でそこまで期待度あんのないもんね、あんまり。ないね。まあ、いろんな方にちょっとインタビューしてきたんですけども、まあ、ちょっとダイエットの向き合い方に厳しい方ではないですか。もう僕は普通だと思ってるんですけどもね、周りからするとそうみたいですね。なんかやっぱ一緒に打っていくうちに行くと、やっぱ応援が足りないから外れるとか、そういうのが起こるとかあるんですよね、やっぱり。ああ、それはもちろんね、うん、当たるかもってなるときって台側がそっちが頑張ってくれたら出すよっていうタイミングなんですよ。そのタイミングでこっちが努力できてないから当たらないっていうだけの話なんで、その時にまあ一緒に友達が来てんのに応援してくれてないとか、結局機械やんみたいなことをちょっとでも思ってるやつがいると、台はやっぱりその人間よりも人間なので、あ、だったらじゃあ外しましょうと。なんかオカルトってあると思うんですけど、
その僕だけ負けて帰った日に、俺が負けたのはパチンコ台とつながってないからだっていうんです。彼が言うにはパチンコ台のこの中心とこの人間の正中線がこう座った瞬間にこうはまるようにまず打たなきゃいけない。でこのチューリップの部分にこの人間の自分のへそがこうつながれば、これは姿勢じゃないんですって、こう姿勢を正せってことじゃないらしいんですよ。このつながるっていう感覚をつかめって言うんです。どういうことって俺は分からないでいると、やれって何回も俺がこう来て、まあその架空のパチンコ台ですね、その家にある椅子に座ってひねって見つめる、座ってひねって見つめるっていう作業を激怒してる山添の前で3時間やったことがあります。これマジで3時までやりましたからね。だから3時間半ぐらいやってますね。パチンコの素振りを3時間やりました。私は不思議なもので次の日勝ちましたよ。だ座り方一つ 3時間半怒られたって聞きましたけども、一個はあのそうですね、あの失礼な打ち方してたんで、その背もたれに背中つけてたりとか。だってそのパチ歴で言うたら彼短いですよ、言ったってスタンドでもいいぐらいですよ、パチパチでもいいぐらいなのに、それがまあそのね、向こうが寛容やから座らせてもらってるところをもうギリギリまで背中下げてとか、肘ついて、肘ついてパチンコ打つ人がどこにいますか。ダメなんですね、やっぱり。まあ僕が大やったらまた来なさいという気持ちになりますね。やっぱパチンコ台は生きてるんですね。そういったことやめてもらえますか。そう、今その店に入る前に高めたものが、あこういう人たちと一緒に店内に入る連中なんやって思われることで大当たりが逃げてしまうんで、うん、この時は単なるスタッフの失言だと思っていた。しかし今思い返せば、この時からあいつは姿を現し始めていたのかもしれない。中の人に見せといた。さっきの当たりが237だから、そろそろ来るぞこれ。ほんまに芸人で言ったら、うん、岸高野みたいな。岸高野、高野くんずっとマックスで切れてんのよどんだけ岸高野のことを全く知らない人がいる状況でもその知ってくれてる人の中で切れる切れ方最初からやんのよでもそれがもうおもろいって分かった人は、うん、ずっと3000発ループなんです。なるほど。だけど最初にあかんってなった通常の人は、はいはい、ずっとハマる、その深いハマり離れる。高野が、うん、おどうした。えジェットガンだ。今日初ジェットガン来た。ジェットガン激アツ。激アツ。Z ガンは激アツでしょう。田中誠人。頼む。紫か。紫と。まだ Z ガンスタンバイ中やん。ゼブラ来い、ゼブラ。ゼブラ見たい。おー、なんか。なんだなんだ。頼むぞー。頼む、ここの数字30かな。30から。うん、熱い。熱いよね。熱い。これ気持ちいい。これ気持ちいい。え、嘘でしょ。50。え、おい、ナイスー。やったー。よし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 よっしゃー。こっからよっしゃー。引きね。いや、ここたるん、本当に集中。ここで多分最終形態やったら熱いってことね。でも激アツよ、上だったら。あれ
降りろ降りられない。第一形態頼むぜ。何で行く？頼む。オカルトなんか行く？あ、オカルトじゃあ。指折り。指折り。ごいごいごい。おっ、おっ。まだまだまだ、もう一回あるか。ファイナルチャンスね。ファイナルチャンス何がいい？首絞めで。右腕。いけー。なんで落ちひんの？全然苦しくない。落ちろよ、折れろよ。全然痛くない。アドレナリンで。もう俺が当てるわ。だらしない。頼む。じゃ申し訳ない。変なことで時間割くな。お前ずっとお笑いやってんねん。いらんねん今日。いや確かに本当そうだね。パチンコやってんねん、お笑い持ってくんな。と、まあ、パチンコを並びで乗り打ちしてて、まあ、で僕がようやく当てた時があったんですけど、確変に入らずに単発で終わってしまって、それに対して何してんねんと、だらしない、みっともないみたいなことは言われてたことはあります。怒られるというよりはなんか、まあ、怒られるんですけど、俺のためを思ってる感じがあるんですよね。だから俺が負けると怒ってくるので、遊びじゃねえんだぞって言われた時はちょっとびっくりしましたね。その何やってんだお前、だらしねえぞってことで、監督みたいな感じですかね。まあそれが山添なんで、それがなくなったら結局山添じゃなくなるんで、そこもやっぱ愛してあげないと。一緒にまた連れ打ちしてる時に、また使ってはいけないお金をつぎ込んだんですね。で、なくなってですね、おしぼりを持ってきてですね、そのおしぼりをこうやって顔にかけたんですね。山添があったかいおしぼりを。したらですね、僕隣に座ってたんですけど、こっから涙がスーって垂れてきたんですよ。一回だけね。本当に使ったらいけないお金の最後の1000円がなくなった時。一見クールに思えて、実は感情を表に出すタイプの男。周囲の人間は口を揃えてそう言う。今考えれば、スタッフは次第に山添という人間に惹かれ始めていたのかもしれない。何かの間違いで、あ、この男の歓喜する姿も見てみたい。スタッフはそう思い始めていた。あ、紫、あ、エアバイブした。エアバイブ、エアバイブ、エアバイブ、千中観の、あ、三先輩。すごい。三連敗ってことはさ、格変かな。格変かな。どうなんだろう。いやこれはもうさすがに決まりでしょ。決まりだね。バイブ。金もみたいなガンツフラッシュ。確かにガンツフラッシュみたい。頑張れ加藤。加藤頑張れ。俺たちの希望。漁業。よし。行け。あ、ここで。はい。ここで玉男ゾーン。30から。30から。
100まで行きたい。もうね、うん、見たいね。あ、やばい、気持ちいい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 。おお、70、いやー、 100、ありがとうございます。こっから始まるんだ。よっしゃ、こっから始まる。よっしゃ、よし、ふぅ、3で綺麗、綺麗に綺麗。うわ、写真撮りて、これ引き、あ、これ引き。いや、引きだろ。あ、あ、よかった、やったー、いい音、いい音。ふぅ、あー、気持ちいい、気持ちいい、脳汁、脳汁だね。いやー、気持ちいい、やっぱりね、気持ちいい、入った、この局面で。よっしゃ、増田さんが、いや、増田さん、いや、そのボーナスでいいのね。とりあえず一回普通のノーマルでいきます。お願いします。何これ、もうすごくない？すげえ、なんか奥行きある、階段みたいに。うわ、はめてはめてはめて、もう楽しい、もう楽しい。あれ、あ、もう当たり、あれ、もう当たりやん。え、これ当たっちゃったの？もう当たった、ピーク、もう引いた、120分の1ぐらいのやつ、もう引いたんだ、もう引いた、でも当たりやったってことだね。あ、そうそうそう、 72.5% は取った。わー、怖っ、怖いよ、危ない危ない、今気抜いてた、はめた方がいいよ、危ない危ない。とりあえず2000まで来た、ナイスです。よーし、速そうやな。さあ、小当たりダッシュ入ってるよ。え、なになになに、それあれちゃう、 あのチャンス、強行当たりのチャンス、強行当たり、うわ、強行当たりじゃん。うわ、135ももらえるよ、一発。うん、でかっ、カモンカモン、よっしゃー。あ、150、今度は強行当たり。うん、やべえ、楽しい、来い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 、やだー。強行当たり入るね、はめてる、ナイス、これ最高、これ最高、めっちゃ楽しい。いいよ、マスター、うん、マスターさん、オッケーオッケーオッケー。え、なに、終わりそう、これやばいのか、これはやばいのか、やばい、これはやばいやつか。よしよしよし、ナイス、復活復活、よしよし、とんでもない爽快感、やばいわ、ガンツ3やばい、いいね、赤堀2回発射する、おい、やばい、やばいぶナイスビッグ、やうまい、さあ、ナイス、いや、よ、うまいね、463はめたわ、めちゃくちゃ優秀やん、うん、だって120やもんね、完全に今大の心が折れる音が聞こえた、奥の方で7000発で、いや、これやばい、止まんないよ、多分マッサンのその音聞こえた、この音聞こえた時マジで止まらんよな、マッサン、ちょっとモード変えます、一回、はい、女子モード、エアバイブね、さあ、満発いきたいね、いきそうだね、満発、あ、やめて、しのげ、やめて、回避、あ、こっからまたあんのかな、でもそうね、勝てばみたいな、みたいなことちゃうか、
わあ、怖っこれ。怖い。あ、こいつだね。今のお願い。ぬらりひょん最終形態かダビド。やめて。うわ最悪鬼だ。鬼だー。わあ。俺らの宿敵。なんだこれ。ワンモアタイム。なんか光ってるぞ。青に。青だね。これが赤と。あ、緑までいった。やった。赤まで行った。赤まで。復活なしか。ない最後。連打とかない。あ、ファイナルジャッジ。お、まだある。まだある。頼む。連打しちゃった。X ガンだけど、X ガンだけど、おお、ナイス復活。やだ、ドキドキした。やだ、復活した。邪魔だ。そしたら X ガンじゃなくて Z 選んでよ。ああ、頼む、今の間に重ねたい。色保留来い。何やってるんや俺は。マスターがとうとう結果出し始めてる。俺はいいとこ一個もない。来い、俺のとこまで来い。見せろ。もう結構今テレビでもいっぱい出て顔も知られてると思うんですけど、当たった時は本当全力で喜んでくれますし、そこら辺はすごく変わらないなと、昔と変わらないなと思います。いやあ、お、これお願い、もう来ても、やったおめでとう。やった、はい、3発目、3発目、よし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 、すごい、72%、3連目。じゃあまたモード変更、ここで新しい方、うん、次は戦うやつか、これだね、バトル、バトルね、超バトル。いやー、わー、面白いな、これも。え、なに、やばい、勝利すれば解放。あ、なるほどね、強行あたりの演出か、強あたりがってことだよね。うんうん、あれ、え、やば、最終決戦だ。あー、やばい、やめて。3、4、赤、赤かレインボー、お願いします。うわ、また鬼だ、鬼だ、また鬼だ、弱い、まだ分かんないよ、さっき復活あったからね。そうね、うん、お、赤青り、あー、 X ガン、ん、え、白、あ、赤青りで白っぽい、終わったか、終わっちゃったかな。あ、まだなんかこれもらえんのか。あー、終わっちゃいました。いや、よくやりました、万発。いや、素晴らしいノルマ超え。1万2000発かかな、飛ばしたい。1万5000発、1万5000発出したい。パチンコに真剣に向き合う山添、昔と変わらない。増田のその言葉を仲間にぶつけてみた。山添は、そう、あ、山添はめちゃくちゃ忙しくなってからもちょこちょこパチンコ行ってて、力尽きてたことがあります、パチンコ台の前で。なんか遠くを見る時間が増えましたね。だから相当負けてるんだと思いますね。そう言われたら変わってないのかもしれないですね、貯金額は。まあ前とは
根本はマジで変わってないです。負け額が増えてますね、昔と変わったところ。あテレビとかいろんなメディアでは笑顔で負けすぎて笑顔で帰るとか、なんか防犯カメラに一礼して帰るみたいなこと言ってますけど、あいつ本当に負けると泣きます。カン君声出るぐらい泣いてるじゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は。だから久々になんかおしぼりも見れた感じは。ああ確かに俺も万引き家族以来かな泣いた。うん、あ映画のね。うん、あれ以来。さあまあガッツ3はどうでした。面白そうやったな。ああ面白かったでいいじゃん。いや面白そうやった。面白そうだった。うん。いやめちゃくちゃ楽しかったです。爽快感あって。なあ早かったし、うん。駆け抜ける疾走感。あのハマってる感じの楽しさね。楽しかった。いや最高でしたガンツ3。最後ちょっと山添さんにご質問なんですけども。はい。山添さんにとってパチンコとは何ですか。エネミーです。敵。こんなんやられたらね、うん、朝とだいぶ変わってますね。本当ですか。はい、うん、クソったれっていう気持ちですけどね。、うん、またすぐ来てやろうと思ってますよ、うん、こんなままでね終われませんから。わかりました。じゃあちょっとまた次密着させていただいたときにはぜひ。ドラッグに負けてんすよ声量が。何ですか。やめよう。ちょっと一貫あいつが出てるかも。お前さ、うん、茶化しに来た。いやそんなことない。ちゃんと打って一応結果も出したつもりだから。ヒートテックで打ってる人いいんかったぞ、うん、それはね。でもここまでやってだから当てれたっていうの、うん、努力はしたつもりだった。ちょっとあいつが出てるか。スタッフさんにもちょっと口調が。いやいやなんか今日会った時からなんか対応悪いスタッフさえたで全員。いやそんな、ね、カン君はそんなこと言わない。優しい山添カン君はそんなこと言わないから。なんか段取りも。いやよかったよ段取りすごい。なんか、うん、途中お昼食べに行ったやんか。うん食べに行った。みんな箸の持ち方とか汚かった。そんなことない。そんなことない。ちゃんと綺麗に持って。くちゃくちゃ言いながら食べてた。楽しかった。楽しく食べたみんなで。あすいません、あいつが出てきちゃったみたいな。じゃあ、まあ、今日のところはお疲れ様でしたということで、お帰りいただければと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。帰る方向、指差しとるわ。山添寛。彼は喜怒哀楽を隠さない魅力的な男だった。クズだがなぜか憎めない。周囲の人は彼のことをそう言う。我々が出会った山添は朝と夜で別の人格を見せた。しかし裏と表がないものなんてこの世にあるだろう。リバーシブルという言葉で表現すれば、
得した気分になるのではないか。そんな気持ちで我々はホールを後にした。取れ高なんてないですよ、普段のパチンコ打つ僕だけでは。